こんにちは。我が家のベランダガーデンも初夏を迎えまして、まあ、こちらバジルが非常によく育ってますね。で、まあ、こういう季節ならではのお楽しみ、フレッシュバジルを使った、レシピを紹介したいと思います。今日は、こちらのカシューナッツをパルミジャーノレッジャーノの代わりに使ったビーガンタイプのジェノベーゼソースとなります。こちらのクイジナートのフードプロセッサーを使いますが、フードプロセッサーないっていう方でしたら、例えばこのすり鉢を代わりに使うなんかもありだと思います。はい、そしてレシピ、2人前ですね。バジルを30〜50g、カシューナッツを15個、そして松の実を大さじ2、ニンニク1かけ、そして塩なんですが、岩塩とハーブソルトを半々で、小さじ1にして、胡椒も加えてあります。そしてオリーブオイルなんですが、あっさりなら、大さじ4、こってりなら大さじ8ぐらいまで OK だと思います。そして、フードプロセッサーにかけていきます。で、まあ、途中中身がちょっと偏っちゃったりしがちなんで、そういう時はヘラで少し整えながら、2〜3回、に分けてかけてもいいと思います。はい、ボウルに移してですね、そしてパスタの方なんですが、基本塩水で茹でて、麺に味をしっかりつけます。まあ、ちょっと濃すぎになるのだけは注意してください。で、今日はですね、カッペリーニという、まあ、細いロングパスタを使ってるんですが、まあ、私の好みで言うとスパゲッティーニぐらいのもう少し太いもの、の方が美味しいんじゃないかと思います。そしてよくかき混ぜます。味が均等に行き渡るように、よく混ぜてください。で、まあ、ここで、混ざりにくいときはオリーブオイルを少し追加してもいいかもわからないです。はい、そして盛り付けます。でも盛り付けはまあせっかくなので綺麗に盛り付けたいですね。このセンターを少しこう巻くような感じでやると綺麗に盛れるんじゃないかと思います。色がグリーンで綺麗ですね。はい、完成です。で、まあ、ビーガンじゃない人と食べるときはパルミジャーノレッジャーノを削ったものを少し添えてあげてもいいかもわかんないです。